はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーセイバーデラックス縦紙標準戦記ワンダーライドブックです。はい、ついにセイバー2号ライダーの仮面ライダーブレイズのテレビ本編における最強フォーム用の変身ブック来ましたね。そしてこれまでブックも姿も青ベースだったブレイズが真っ白に変わって、これがなんでかっていうと、リンタロウたちの基地の北極にあるノーザンベースに隠されてた全知全能の書の一部がリンタロウと剣士たちの思いに反応する形でワンダーライドブックに変化して、それをリンタロウが使って変身したって流れですから、北極の雪や氷的な見た目の仮面ライダーに変わってるってわけね。歴代剣士の思いが宿ってるのと動物の能力も使ってましたので、ちょっとランページっぽさありましたね。でもこの中に師匠の思いも入ってたんですよね。縦紙の周りが別のエレメントカラーになってますし、さらに大空の標柱、大海の標柱、大地の標柱、百大標柱、こういう動物能力も使えます。ブックを横じゃなくって縦に開くとか新しいし、本編ではまさかのこの縦紙を脱着して羽としても使ってましたね。ほんと多彩なワンダーライドブックだな。凍ってるバイザーもすごいいい。ではレビューしましょう。本編でもなかなか大きそうでしたし、この時点でまあまあ重いんだけど、かなりボリュームあるんじゃない？はい、せーのっと。おー、いつものでもデカブックぐらいか。あ、違う、厚みがすごい。結局でかい結局でかい。おー、なるほどね。回転パーツがある分厚みが増えてるのか。もう最初のライオン戦記からしたら何倍だよっていうぐらいの質量ってことで、中身は縦紙標準戦記ワンダーライドブック本体のみ。はい、まずは大きさ比較ですが、でかいね。厚みだけじゃない、高さもソードクラウンの出っ張りよりさらに高さ上回ってますもんね。なので基本フォーム、中間、最終って感じの、どんどん大きくなってる流れ。横から見るとこんな感じで、ほら厚みも全然違うね。普通のブックもいいけど、やっぱパワーアップしてる感ある。遊び方は3種類で、変身と縦紙回転でエレメント攻撃、さらに抜刀して必殺技。細かく確認する前に、まずちょっとギミック見たい。あー、すごい、ここがロック解除か。なるほど。で、上のスイッチが回転と展開、開けて、あー、開いた。お、すげえ、縦紙回転だこれが。待って、下まで行くとロックすると書いてある。あ、ロックした。でこっちを押すと大回転だって。おー、なるほどね。なんでブックがこう刺さるんじゃなくって、今回こう刺さりますので、上から横倒ししてこういう風に刺さるので、ここあれなんだ、ロックかかんないから手動で自分で締める必要があるわけね。え、これが抜刀と連動するわけ？おー、すごい、ここ押さずとも抜刀で連動するんだ。なるほどね、こりゃすごい。でもここのライオンの縦紙部分がカチッとロックしてほしかったな。でもそうするとここにあれか、ロックパーツが入っちゃうのか。押さえながらブックを畳むと。じゃあ絶縁シート抜いて、改めて全体ぐるっと見回すとこうで、今回は白プラスクリアブルーで、縦紙標準戦記で生物枠で、ここ塗装氷っぽいのが表現されておりますし、いろんな動物も映ってますね。ライオンにクジラ、ヒョウ、タカ、コウモリ、ハチ、ハンマーシャーク、ゾウ、イカ、ハリネズミかな。でボタンとしてはスライドスイッチが横と上にあって、後ろに音声ボタン、リード部分なんかもありますね。ではここをスライドしてサウンド。起動音も氷感半端ない。そしてスライドスイッチで4音。百戦錬磨の白銀の盾紙。
で展開状態でも雪の結晶があったり、下はライオンの下顎とエフェクトって感じかな。あとここにモールドでライダー文字入ってる。へえ。ただスライドスイッチを戻す際はこっちのボタンオンが必要なので、そうすると回転しちゃいますけど、回転したら元に戻して2音目を鳴らしてくださいと書いてあります。ちょっとめんどくさいな。エコー、凛太郎関連の歴代ブック名だ。3音目。この工程めんどいな。4音目。ついにホモサピエンス標準王、リンタロウっぽくてめっちゃいいじゃん。でも改めてライオンの縦紙部分を見るとこんな感じで各生物たちの絵柄がシールで表現されてますね。ここだけあれか、クレストになってますね。では縦紙標準戦記に変身いきましょう。手順としてはスライドスイッチを押して1ページ目を開いたら向きをこうして生物枠部分にセットして抜刀と。ではいきます。これまでとは全然メロディーラインが違って、新しい変身サウンド、おたけびも入ってましたね。からのロンゲット、こういう見た目になるわけか。聖剣側から一切音は鳴ってなくって発光のみで、サウンドは全部こちら側から。そして縦開きのデカブックもいいっすね。ちょっと待って、変身をもう一回聞きたい。で戻す時も手動でこう畳む必要がありますね。ちょっと工程があるな。いや、見た目も変身音も派手さがあっていいんじゃないかな。では抜刀必殺、上のスライドをロックして。必殺凍結。はい、大気音も新しい。大気音が鳴ったら抜刀。縦紙氷河切りで、さらにエレメント必殺は4種類あるんですが、聖剣は抜刀した状態で納刀してない状態で、上のボタンでロックしてから横のレバーで回転させて下側に来たエレメントが発動しますね。でエレメント起動音が鳴ったら上のボタンをさらにスライドしてエレメント発動と。では行きましょう。第一の標準、そして必殺。縦紙第一撃。縦紙第一撃。じゃあ次のエレメント。百大標準。百大標準ね。
たてがみ代表銃撃。思い通りにならない場合は何回かやってあげれば OK と。あ、でもね、手動でちょっとこう変えてあげると、ほら。こういう風に思い通りの位置に止まる。っていう風にエレメント攻撃を発動する形で、ある程度このランダム要素というか、どこで止まるかが、まあちょっとは指定できるんだけど、自分で手動で動かせば。思い通りにちょっと発動できないのが若干不便かな。あの、手動で選ぶ感じか。でもこうずれるんだよね。なので個人的には抜刀必殺の方が気持ちよくていいかな。って感じのブックでございます。あとは納刀状態でトリガー2回押しで、覚醒した動物のサウンドも鳴りますし、リード必殺は、って感じでちゃんとリード必殺にも対応してますね。あとは、暗闇だとどうなる？ジャイアントアニマルか。虚無は？トワの大生物だって。ちなみに、ファルシオンのライダーベルトにはめようと思っても、ここもパーツ干渉ではめられませんね。聖剣一本で変身する系の聖剣にも、はまらない。なので、聖剣ソードライバー以外には対応してませんね。あとさ、最新のアップデートで、たてがみ界のセリフも入ってますから、4音が鳴ります。最高すぎますね。あとは抜刀して、長押しして、新しい音声が2音追加されてますね。なので本編通りやると、からの長押しで、スオス、誤った道を歩み、化け物になったお前に、
っていう風に遊べるわけだ。これはエモエモ。はい、ということでブレイズのテレビ本編における最強ブックのデラックス縦髪標準戦記ワンダレッドブックを紹介しました。トーマのエレメンタルのパワーアップ時のエピソードもすっごい良かったんだけど、今回のパワーアップ回も宿敵のズオスとかリンタロの師匠が絡んできて、もうほんと納得のパワーアップでしたし、セイバー第2シーズンで色々と不遇だったリンタロがここ2週間で一気に溜まってたものが大爆発した感があって、いや、アイテム的にも話的にもほんと良かったな。ただブックの4音の音声を聞きたいときは、展開してから元に戻してロックしてもう一回スライドみたいな、そういう工程がありますから、ここもうちょっとお手軽にできると良かったんですよね。抜刀後の縦紙回転だったりエレメンタル攻撃だったり、これまでのブックとはまた違った遊びができるのもすごいいいですね。以上、仮面ライダーセイバーデラックス縦紙標準戦記ワンダーライドブックの紹介でした。